まあまあ、ここを自由にやらせてはいけないですね、新潟はね。そうですね、今のピックアンドロールです。さあ、斉藤のショット決まりました。うまい、うまいフローターです。そうですね、斉藤このシュートがうまいと思って、はい、名古屋の方はゾーンを引きましたね。アリウープ決まった。これも中東、まあ、ここ押し番から、あー、これはスティール、あー、狙われました。さあ、名古屋ボール、斉藤です。斉藤です。うわー、すごいレイアップシュート、確実に決めました。これで斉藤今日8点目。もう名古屋はゾーン引くんですけど、まあ、ファールトラブルでも何でもなく、こう戦略としていい風にいいディフェンスにしてますよね、ゾーンを。はい、今もゾーン引いて一発目やられるとちょっと後手に回ってしまうんですけど、しっかり相手をしてライオンズ使ってまた斉藤です。さあ、どうする、落ち着いて打った、決まりました。さあ、あと2点に迫ってきましたね。53対38、新潟は早く点差を一桁に縮めたいですね。さあ、斉藤どうだ、決まった。斉藤匠、これで B リーグ自身1000ポイント1000得点達成しました。はい、チェック来てるんですけど、その上を、はい、これですよね、一回外に出ようとして、ここ、もう一回ステップインして、うん、もう林選手完全に振られてますよね。ここの細かいフェイントのうまさ、切り込んでいく、もう一度斉藤へ、斉藤自分で行ったフローター、わー、まあ、印象のそれほどない選手というのは、はい、でした、あのフローターシュートだったり、はい、うまいんですけども、斉藤のシュートを見てる、本当に芸術的ですよね。そうですね、本当にフローターシュート難しいんですけど、この辺のシュートを落としてるイメージがあんまりないんですよね。タイミング的にどうですか、ね、はい、さあ、ライオンズ自分でコートと斉藤に行った、斉藤のショット決まりました。いやー、すごい